ベンジャミン・スタントンは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、オハイオ州選出連邦会議員、オハイオ州副知事を務めた。1809年6月4日、スタントンは、オハイオ州マウント・プレザントにおいて、クエーカーの家系に誕生した。スタントンは、学問的研究を積んだ後、洋服屋の仕事に就いた。その後スタントンは法律を学び、1834年に、 スチューベンビルで弁護士として認可を受けた。スタントンはベルガウンテンに移り弁護士業を開業した。スタントンは地方検察官を経て1841年から1843年までオハイオ州上院議員1850年に州憲法制定会議代表を務めた。スタントンはホイックに所属し1850年に オハイオ州第4連邦会員選挙区から連邦会員議員に選出された。スタントンは1851年3月4日から1853年3月3日まで連邦会員議員を務めた。スタントンは第32連邦議会に参加した。スタントンは1852年の選挙で敗れたが野党候補として参加した1854年の選挙では勝利した。 スタントンは続く1856年、1858年の選挙にも共和党から立候補し、勝利した。スタントンは1855年3月4日から1861年3月3日まで連邦会議員を務め、第34連邦議会から第36連邦議会まで参加した。スタントンは第36連邦議会において軍事委員会で、 委員長を務めた。1861年、スタントンは、オハイオ州副知事に立候補した。オハイオ州知事には、同じ共和党のデイビッド・トッドが立候補し、二人は、勝利を収めた。スタントンは、トッド知事のも八1862年1月4日から1864年1月11日まで、副知事を務めた。百六十五年、スタントンは、 ウェストバージニア州マーティンズバーグに移り、弁護士業を再開した。スタントンは1867年にウェストバージニア州ホイーリングに移り、弁護士業を継続した。1872年6月2日、スタントンはホイーリング市内で死去した。スタントンの遺体はホイーリング市内のグリーンウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。